噂は直行さん、レッドソックスに移籍。レイズからマイナー降格を通達された噂は直行投手がレッドソックスへトレードされたことが27日。わかった。レッドソックスへのトレード移籍成立で噂はメジャー40人枠入り。明日開幕するメジャーのベンチメンバー26人に入れば、年俸総額は350万ドル、約5億2500万円。レッドソックスや、ボストン来たかくさ。レッドソックス派手に迷走しとるな。安いから投数だけでもって思惑かな。40人枠に入れるだけやろ。わざわざ取ったなら多分開幕ベンチ入りする。駒の不足を埋めるのにマイナー試すよりは日本の実績組にかけるって感じか。まあリリーフ拒否でもしない限りメジャー契約のオファーは来るやろ。メジャー契約でも結果残せなかったらすぐ DFA やぞ。レッドソックス戦で3回投げてるけど、あらかじめ見たい言われてたんかもな。最後のシングル A かなんかで投げたのはそういうことやろな。レッドソックスも日本人2人か。日本人やだらか溜まってるな。ボストンならそのうちチャンスあるんちゃう。すぐポイされるけどチャンスはチャンスやな。なんとか確変するとええな。これでメジャー契約と5億ゲットかな。メジャー契約決定まで魅力に感じてたレイズの育成環境はどうなったんや。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。